こんにちは、フラワージェーヌの岸です。上上げますね、7月18日の、日曜日ビデオレターをお届けします。お花と一緒に、いると本当に気持ちがいいですね。皆さんもこうやってね、この午後の日だまりを、お気に入りの自分の家のお気に入りの場所にですね飾って、楽しんでいただくといいかなと思います。私はね、生徒さんから、昨日金曜日かな、素敵な紅茶をいただきました。これね、マリー・アントワネットティーと言いまして、ニナス、紅茶のニナスでね、多分港未来にあるんじゃないかな、そこであのパッケージになっているものをいただいたんですよ。とっても可愛い、開けるのがもったいないと言いつつもうね、いくつかいただきました。ティーパックなんですけど、そこそこね、あのちゃんと渋く出ますので美味しいです。渋くするかちゃんとした、ね、美味しさが味わえます。ぜひ皆さん試してみてください。ちょうどなんかこのお花とぴったり、たまたまなんですけど合いますね。ありがとうございます。ね、花と、それから日だまりと紅茶とあとスイーツかな、皆さんやっぱ花のある風景って言ったらちょっとこうね、美味しいお茶といつもと違って、それから美味しいおやつとっていうのが最高の癒しなんですけども、今日このお花はですね、実はレッスンで使ったので今日レッスンのお花をご紹介したいと思います。皆さんに説明したりとか切り分けたりとかして、残っていった本当にこう半端なものを今ここに集めて入れているんですが、まずここにブラブラブランとぶら下がっている可愛らしい鈴のような、このお花ね、マグニフィシェントベル、マグニフィセントベルかな、クリスマスローズです。まだっていう感じなんですけど、多分神奈川でも今、半日陰とかだったらちょうど皆さんもう切らないと株がね、来年いい花が咲かないからといって切り落とす時期だと思うんですが、今日のは、北海道からやってきたクリスマスローズです。長野とか群馬とか、まあ、今北海道かなが一番、ピークを迎えているんじゃないでしょうか。あのお値段もとてもね、値頃感が出てきたので、レッスンで、まだ初夏とも夏とも言えないし春じゃないし、一番いいなと思って、一つはそういう季節の時と時の間、時の間という言葉を、あるんですけども味わいたいなと思って、プラスしています。そして、ここにプランプランとこうぶら下がっているね、この緑のボールはいつもの、この人定番のスノーボールですね、ビバーナム。それから、チュルンとしている葉っぱ見えますかね、これは、リキュウソウです、リキュウソウ。そしてこの、濃い色のお花ですね、これはバラです。はい、もう見ての通りバラなんですけど、とっても素敵なバラなのでご紹介したいと思います。これです。どうですか、この渦巻き状態ね、品種は渚ウェーブと言います。スプレーバラで一つの茎からスプレー咲きといって枝分かれがいくつかして花が咲いているものなんですけど、一輪は結構ね大きいんですよね。なので、結構主役にもなれる、小花というよりも主役にもなれるような美しいお花です。そして、花びらの数が多くてゆっくりと開くので、なんて言うんでしょう、バラって綺麗だけどあっという間に咲いてしまうとか、アレンジを作った後に、アレンジの形が変わってしまうことさえあるんですよね。その、ことがあんまりないので、こう作品作りというね、皆さんに練習していただくにはぴったりかなと、練習に使うにはちょっと贅沢なお花なんですが、何でしょう、婚礼も少なく、そして、春の最需要期も今なく、まあまあ、頑張って、予算を、ね、連絡をいただきまして買ってまいりました。素敵な、バラです。ご紹介します。で、このバラたちとね、クリスマスローズとかグリーンをこうやって私はあえて、見えるかな、こう違うグラスに、長さが違うのでね、3つ入れてまして、で、これを、ね、いつも言うようにこの3点構成も、ね、黄金バランスがあるんですよ。あとでまたね、生徒さんには資料をお渡ししてますけども、そのバランスに合わせて配置したり飾ったりしていただくと、さりげなくても美しく見えるコツが、まあ、あるんですが、このように、ね、日差しがあるところとか、この輪だとクリアで中が見えるようにしたりするだけで
ちょっとおしゃれに見えませんか？またはですね、さっきの、このね、お茶ありますよね。こういうお気に入りのお茶と、お気に入りのおやつと、あとはお気に入りの音楽ですかね。で、この視界に入るところに、好きな人がいると、もっといいかもしれません。好きな人って別に恋愛である必要ないんですよ。家族とか、ペットとか、ね、そういうやっぱり自分の好きなものに囲まれて、一日の中で一回過ごす時間っていうのは、このコロナ禍とこのストレス社会、デジタル社会は絶対必要です。なんて言うんでしょう。そして特にこの生のお花ね、こっから出てくるエネルギーとかパワーっていうのは本当に人に元気を与えてくれるものなので、ぜひ生活に取り入れていただきたいなと思います。で、その他に、今日ねレッスンで使ったお花はこんな風な、スカビオサ。かわいいでしょ。ナナペールピンクと言います。スカビオサとか、ニゲラブルーですね。素敵でしょ、ニゲラ。そして、ちょっと珍しいのがこれですね。珍しくはないんですけど普段あんまり使わないかも。これです。白いお星様、その名もホワイトスターと言います。植物学上はオキシペタラムと言いますけども、こんな小花ちゃんも、一緒にアレンジしていただきました。どんな風にアレンジしたかは、後でね写真を、共有したいと思いますのでぜひ見てください。そして、大きな、ね、ものが大好きな生徒さんも多いので大輪のこちらです。ダリアですね。ちょっと私今年に入ってからダリア率高いかもしれないんですけど、小花はもちろんね癒されるんですが、この元気、このなんて言うんでしょう、ダイナミックさってやっぱり、自分だけではグーッとエネルギー出ない時ってすごく必要ですね。今回のダリアはアメジストオーブといってものすごく綺麗なんです。スマホの方がねこの画質がいいのでスマホで撮ってるんですけど、うん、もっと綺麗なのよ皆さん。そうぜひ、ね、生で見ていただきたいなと思います。こんな風にコロンとボールのように咲くボール咲きと言われる品種ですよ。そして大きさもこんなに大きいので、アレンジの中ですごく存在感があります。一輪でも十分素敵な、ブーケとかアレンジメントができますし、まあ、ご予算的にも一輪でも十分だと思うので、時々、なんだろう、毛の日晴れの日ってあるじゃないですか。いつもはこうささやかなものとか短いものでもちょっと今日はスペシャルにと思うときは大きなお花も、たまにはいいんじゃないかなと思います。これからの季節大きいとなると芍薬ですね。芍薬、来月は芍薬を使った、花束を、レッスン等でね使っていきたいと思いますので、ぜひ皆さん楽しみにしていてください。来週ですね、また普通にビデオレターをお届けしますが、来週はなんともうゴールデンウィークが始まるよう なんか雰囲気ですよね。1月は行く、2月は逃げる、3月は去ると言いますけど4月も去る感じですね。残り2週間しかないんですが、2週間もあると思って、引き続きぼちぼちと、過ごしていきたいと思います。天気がすごくいいので、今日はね私も、ね、この時間を有効に使いたいですから、お散歩しながら、帰りたいと思います。また、来週お届けします。それではまた、お会いしましょう。さようなら。